もう夏祭りだ。グリーンバックですね。はい、というわけで本日のシータカラチャンネルやりたいと思います。今日はもうこれから夏シーズン、夏祭りが始まっていくと思います。皆さんどんどん行くと思いますが、実はヨーヨーのこの僕ら競技の選手ですね、8月にヨーヨーの世界大会があります。でもこの水風船のヨーヨー、こっちにですね話題が全部持ってかれます。見てください、このハッシュタグ。せっかく僕たち日本人が、しかも日本ってヨーヨーめちゃめちゃ強いのに、インスタとかツイッターとかだったので、ね、女子高生とか中学生みんながですね、こういう感じで水風船のように話題が持ってかれちゃいます。というわけで今日はそれがめちゃめちゃ悔しいのでこの世界チャンピオンの僕が水風船のヨーヨーを使ったらどうなるかっていうのを皆さんにお届けしたいと思います。それではシュータカラチャンネルいきましょう。レッツヨーチューン。